久保さん。やっぱね、僕はね、久保さんをね、リスペクトしてるわけですよ。<laughs> いや、ぶっちゃけ言うと久保さんの方が先輩ですからね、僕は偉そうに言ってますけど。本当に。うん、僕が一人でこういう風にやってるのは、久保さんの二分の一ですから。だから当時、やっぱ Facebook 始めた時、久保さんに乗っかるっていう、久保さんの Facebook にコメント書いたりとか。 うんまあ、自分にパワーなかったですかお前誰やねんって話じゃないですか今はちょっとね、だいぶやって、やったんで少しは、まあ、認知度増えたかもしれないですけど、それでもまだビビたる数なんで、まあ、久保さんの8年ぐらい40歳からね、自分でね、こう、なんだ、やってきたものには勝てないですよ。そこは。だからそれを追い越すために僕倍速でやってるんですけどね。鬼のごとく。まあ、途中アカウントバーンされましたけど。 まあ、R34 マガジンもね、バンされる可能性もありますけどね。絶対ないとは言い切れないので、いろいろやりまくってるんでね。まあ、それでもまあ、されたらされたでまたやりますけどね。鬼のごとく。うん。だから、その、うん、多分僕もそんなにその動画、例えば1分刻みでね、R34 マガジン1分刻みで、ブワーって大量にやってるのかっていうわけではなく、まあ、話してね、こういう動画で一万、結構まあ、まあ、他にもいろんな動画あるんで一概には言えないですけど、まあまあ、長いですから。 僕の動画。<laughs> それで1万6000本ってまあまあですよね。他の人じゃ多分出せないですね。うーん。そう。で、僕あのライブチャンネルあるじゃないですか。ライブチャンネルはもう完全本数あののためにやってる部分があって、あれももう2000本ぐらいになるんですね。2200本ぐらいか。そう。だからまあ裏でね、回してるライブチャンネルっていうやつもあって。だからそれも含めてるともう2万本ぐらい。 なってんのかなまあ、個別動画の限定も入れるともう、優位に2万本以上は本当に撮ってるし、うん。ただそれはね、限定に関してはいくら言っても限定なんで、誰が見ても、誰がもう確認できないことじゃないですか。か僕は誰もが数字で出て確認できる。あ、本当にこの人こんだけアップしてるって言うと、YouTube さんありがとうなんですけど、どれだけアップロードしたかっていう本数出してくれるんで、数字が。あれありがたいですよね。<laughs> <laughs> 久保さんもね、チェックしたら1万本アップしてましたね。1万600本ぐらいだったような気がしますね。久保さん。久保さん、今、1万164本か。今、僕が見てる久保哲郎で検索したときに、チャンネル登録者数1万3900人で、本数1万164本っていうのが出てますね。だこれ出してくれてるんでありがたいですよね。本当にやったっていう、これ見てくださいって話で言えるんで。うーん、そう。 あまあ、久保さん、多分ね、まあ、普通に言ったら、まあ、久保さんね、多分ね、めちゃめちゃその太いんで、久保さんが死ぬって、なんか死ぬイメージないんですけど、まあ、一般的にですよ、寿命、寿命で、寿命の話をしたら、久保さんの方が先に行っちゃうじゃないですか。ね。ね。<laughs> だけど、だからあの、久保さんが死んだとしても、牢は生きるし、 久保さんが死んだとしても久保哲郎の多分 YouTube チャンネルは生きるだろうし、あの久保さんが死んだとしても僕がまたやってるんで大丈夫ですよ。そう。即果塾入ってますみたいなね。ドリアカに即果塾も入ってますみたいな。もはや。そう。だからまあ、久保さんとはね、なんかね、一心同、なんか、老が一緒っていうのもね、そう。な,なんかね、この老が一緒ってあんまないんですよね。本当に太郎の老なんで、大体。だから、こうなんかね、 名付け親のセンスが一緒ってことじゃない ?DNA が一緒ってことじゃないですか、もはや。この、明籠のローにするっていう、イチロー選手のローもこの明籠のローですし、出川哲郎さんのローも明籠のローなんですけど、このローってあんまりいないですよね。本当に。まあ、だからよく小,小っちゃい頃、今もそうなんですけど、確実にこの明朗のローじゃなくて、こっちの太郎のローで書かれることがかなり多いですからね。いまだに。 この迷路の牢で、じゃあ、あの、出してるんだけど、ね、漢字出してるけど、なんか、こっちで書かれることが非常に多いっすね。うん。だから、まあ、なんか、なんすかね。なんか、似た、似たり寄ったりっていう、この、なんか、不思議な出会いでございますよ。うん。な切っても切れない関係なんじゃないかなと僕は思いますけどね。うん。だから、その、なんだろうな、10年、 10年の年の差はあるんだけども、なんか、なんかですね。<laughs> まあ、ということで、なんかまとまりがないんですけど、まあ一心、久保哲郎と吉谷拓郎は一心同体であったにしましょうか。<laughs> 実は、実は一心同体だったっていうね。まあ多分ね、これね、マジでね、魂レベルがどっかで、なんか、なんか交わっ、なんかもしくは魂がこう分かれてるんじゃないですか。まあそのスピリチュアル系に言うならば。 本当は一緒だったけど、本当は一緒だったけど、久保さんの方が早く生まれ、そのたま、その魂の,この、この、怖いから、これ、久保さんの方が早くちょっと出てったみたいな感じかもしれないですね。<laughs> 言いってらっしゃい。